山田栄美、三島由紀夫、おついち、近松周子、内館牧子。 大事にしてる？あ、そういえば借りてたんだけど。
できなかった人いますよね。実は私はたった一人の弟にきちんと挨拶できずに離れ離れになってしまったんです。小さい頃は仲が良かったものの、大人になるにつれて話すことも少なくなり、弟の結婚をきっかけに全く話す機会もなくなりました。今では私も地元を離れてしまったので、きちんと挨拶できなかったことが悔やまれます。また会った時元気な姿を見せてね。それと借りた本だけど部屋の机の引き出しに入っているからね。Thank you.